モロッコの旅、シャウエンからベニメラルまでです。1月26日です。行程はこの赤枠の部分ですね。土曜日でした。はい、これはね、Google マップのタイムラインのを追ったらこういう結果です。はい、もうね、シャウエンの街、これでお別れですね。朝、来た時に撮ったとこから映してみました。はい、これはもうね、1、2時間走って休憩しました。体調不良でね、便秘気味でしたからね、大変な思いしましたね。ここでね、1時間近く休憩です。はい、この赤の印のとこがね、ボルビレス。この町ですね。ムーレイ・イドリス、ボルビレスとかいう東ローマ帝国時代の遺跡がね、この辺りには眠っているそうです。まあ、見てはないんですけどね、こういう、独特なね、丘陵地にね、張り付いた町が見られました。羊の群れがね、道路の脇にいたんでね、これも撮ってみました。はい、これもうね、メクネスの町、赤印がこの丸じゃん、サンゴいう意味らしいですけどね、そういう大きなローカル、地元資本、スーパーマーケットですね。フランスのカルフールなんかもありますけどね、丸じゃん、優勢ですね。店内はね、規模も大きく、はい、品物もね、豊富でした。いつもね、こういうマーケット見るのね、楽しみです。海のもの、はい、これはね、お菓子、美味しそうでした。はい、これはね、こういうね、調味料ですね。もうとにかく量が豊富です。種類も豊富。これパスタ類。はい、こんな感じでね。もうすぐ、ベニメラルの街です。次はね、マラケッシュです。いよいよ。